日本神奈川県横浜市鶴見区中通り中通りは神奈川県横浜市鶴見区の町名。住居表示は未実施で1から3丁目のあざ丁目が設けられている。郵便番号は230-0042。鶴見区の中央部、鶴見駅の南東方向に位置する。東西にやや長い町域を持ち、西から1から3丁目の順に次丁目が設けられている。北は 牛尾田町2.3丁目、東は浜町1.2丁目、南は塩入町2.3丁目、南東は産業道路、首都高速横羽線を挟んで弁天町、西は本町通り2から4丁目と接する。1丁目を南北に、潮風大通り、1丁目から3丁目にかけて東西に中通商店街が通る。中通商店街を西に直進すると、 本町通商店街に通じ、潮見橋を渡り、国道15号、鶴見中央方面へと至る。中通り1丁目、中通り3丁目の停留所があり、鶴見駅前から横浜市営バスが運行されている。町内に鉄道駅はなく、1丁目から京急鶴見駅、京浜東北線鶴見駅までは1.5キロメートルほど、3丁目から鶴見線浅野駅までは700メートルほどである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2018年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。元は、吉祝郡牛尾田町の一部で、1927年4月に横浜市に編入。同年10月に、区政施行により横浜市鶴見区牛尾田町となる。百四十一年四月一日に中通が、 分離新設された。1962年には、周辺の町との境界の変更があった。町名は、本町2と同時期に名付けられ、尾田町のメインストリートの意味であると考えられている。旧尾田町の中心にあたり、大正時代以降には商店街は形成され、周辺には住宅が立ち並んだ。京浜工業地帯に近接した商業地区として賑わったが、 公害反対運動が起こり1970年に日本交換の工場が大木島に移転すると次第に勢いを失っていった。1899年から1903年にかけて沖縄で土地整理事業を実施。納税に苦しんで土地を売りハワイに移住する人が相次いだが移住できなかった人たちが沖縄に帰ることもできずやむなく鶴見や川崎に移り住んだ。 1913年に、浅野総一郎、白石元次郎らにより、鶴見川川口周辺が埋め立てられ工場が進出すると、沖縄出身者や朝鮮人が労働者として集まった。1927年、鶴見沖縄県人同士会が発足。1945年に空襲が激化すると、疎開できるものは疎開して、 この周辺には沖縄出身者と朝鮮人が残された。終戦後の沖縄はアメリカ合衆国の統治下に置かれ沖縄出身者であっても上陸することができなくなった。そうした人への支援のための全国組織沖縄人連盟が結成され鶴見区にも支部が設けられた。1980年には中通り3丁目に鶴見沖縄県人開会館が完成。 親睦活動や沖縄芸能が行われるほか、物産センターと沖縄料理店が入居する。ありがとうございます。